おはようございます。おはようセジョンも映ってよ。おはようございます。頑張りましょう。ご自身のお席にてご観覧ください。一日も早く感染症が収束し通常攻撃の形を積み上げられたと。で何より選手同士が大会中にコミュニケーションを取れたのは本当に良かったんだと。球種も豊富宇佐美、直接いった宇佐美、枠を捉えていました、弾きました。村上自分の形に持ってきて鋭いボール入れてきた、ファンマークルークスからファンマです。さあもう一度ラインを割りました。さあ押し込むガンバ、シュートで終わりたいですね。そうですね、クロスを入れた、
パトリックだ。やっぱりパトリック、やっぱりパトリック決めました。いやー中井さん、はい、この1本を決めるんです。いやー素晴らしいですね。通らない。ここで試合終了の笛です。欲しかった欲しかった勝ち点3はガンバ大阪が手にしました。途中出場からチームを勝利に導きました。素晴らしいゴールでした。まずは喜びの声から聞かせてください。今日試合、めっちゃきついです。後半、めっちゃ、シュートね、素晴らしい 1対0。日本語で思いが伝わってきました。今日サポーター、スタジアム久しぶりね。今日ありがとうございます。応援、テレビサポーター皆さんありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。